デデデキロルビスイーツマカベチャンネル。変な話、もう25年は経ってんじゃないかな。交わることは多分ないだろうなと思ってたけど、試合はね、壮絶なもんだったね。まあ確かに、俺の中でもやっぱ相当に、ね、きついものがあったし、とはいえだよね、とはいえ、なんだろうね、あの荒坂藤田和樹なんだろうなと思ったよね。荒坂ね、もうパワーがさ尋常じゃねえのよ。やっぱすごかったです。すごいよ本当に。もう何回気づきそうになったか、気に飛んだことが久しぶりだなと思ったね。分かんないよ、やってる時は無意識かもしれないけど、後付けで記憶にこうね、なんか入り込んでるのか分からないんだけど、なんかね、ロックアップした瞬間はね、なんかお懐かしいなっていう感じがあったよね。おっていう感じの、もうコンマ何秒のあれだと思うんだけどさ、もう本当に意識飛びそうになったのもあるけど、それも俺もバンバンやり返したからさ、なんつうのかな、あのやり合うことがその時間の溝を埋めてくれたというか、なんかね、不思議な感覚だったよね。バック相当簡単には取らせないの分かってるの、分かってるから足取ってやろうとか動いたりとかさ、いろいろしてたもんね。その感覚がなんか、あ、これ今こういうせめぎ合いってしねえなと思ったよね。なんだろうね、あの空間、あのリング上にいた敵が手にいた斉藤明俊さんもね、元新日本にいた人間で、俺もバンバン何回もやられたからさ、それと同時にあのこけしっていうね、ほぼ同期の人間もいて、なんか不思議な空間だったよね。なんか本当に不思議な空間であり、なんだろうな、それぞれがみんな一人前になってあのリングに上がってバッカンバッカン入れ合ってんだよね。だからある意味ノスタルジックでありエモいって感じ。試合終わった後にさ、藤田君が顔出してきたの、で、ありがとうございましたって言ってさ、こっちもありがとうねっていう話をして、そこにさ、俺と藤田君の共通の後輩がいてさ、その2年後に入ってきた井上渉君っていう子がいてね、井上君がその、なんて言ったらお付きについてくれたのね、俺のね。そしてそれの俺と藤田君の話を聞きながらさ、ニコニコ笑ってんのよ。本当にその光景がなんか懐かしかったよね。道場の寮のね、あの今で話してるような感じでさ、もうくだらない話ばっかよ。本当にあの時の先輩ムカついたなとかまだ言ってんの。本当にいや、ぶっ飛ばしたらいいじゃねえかよと思ってさ、いやもういいんだよあんなやつって言いながらさ、それで話終わったんだけど、すっげえ面白かったよね。昔の話、もう猪木さんの話とかさ、そうそう共通してるからさ、そういう話をさいろいろしたりとかして、長州さんの話とかね、そう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 、もうゲラゲラ笑ってさ、そういう仲間って今あんまりいないよね、みんなね。もう結局ほら、俺の同期はもう本当に藤田君しかいなくて、その後はもう2年後輩いなかったからさ、だからもう上も2年いないしさ、もうみんな辞めちゃってるしさ、ほんでなんかいい時間だったね。だから25、6年前の記憶にあるその鮮明な思い出をなんか2人でくだらねえ話をして、で井上がそれ聞いて笑ってるっていうね、不思議な感じだったね。俺なんか特にさ、若手の頃だから苦しい思いしかなかったの、苦しい思いしかなかったんだけど、なんだろうな、藤田君も同じくね、いろんな意味で苦しんでると思うし、それをなんかお互い笑い話で終わるというね、確認しながらさ、なんかそれはなんか同じ時間を生きててよかったなっていうのは思うよね。約束なんかないよ、またねがいつだか分かんないよ、だけどまたねっつってさ、そうなんか、いい時間だったね。エモい、エモい、エモいよ。